あ、お兄ちゃん。どうかした？今頃気持ち悪くなってきたの？うん。1時間休ませてもらったら普通になったから。今日はやっぱり、ともくんのお墓参り行くの？じゃあ、お昼ご飯は？わかった。商店街の近くだけど。図書館なんかに行くの？珍しいわね。けど、戻ってから？土曜日は確か早くに終わっちゃうはずだけど。やってることはやってると思うけど、休館日は月曜のはずだし。調べ物って時間かかりそう？よかった。明日話す。おやすみなさい。
珍しいね。今日久しぶりに曇ったから、この夏はずっと天気お天気だったのに。天気お天気？だからいいお天気だったってこと。でも私は曇ってる方がいいですね。ちょっとは涼しいですし。そうだね。学校そのうち通うのかなって。ここ受験して受かったらだけど。ああ、そうでもないと思うよ。割とすぐじゃないかな。転んでるみたいに見える。でも笑ってるよね。ドキドキしちゃった。どっかすりむかなかった？平気平気、テクあるし。私にも教えてよ。まあ度胸ってやつ。それテクちゃう。疲れちゃってるね。ちょっと怖いかなって。風が気持ちいいね。草の汁かな。手が緑色になってる。どれ？
ねえ、お兄ちゃん。一緒に滑ってくれないかな。それだったら怖くないと思う。川からの風が気持ちいいね。こっちでも泳げるのかな。無理でしょ。上流と違って汚れてると思うし、それに深いよ。反射にしては変だよね。それに、なんでだろう。水が全然隠れちゃってる。本当だ。行ってみよう。うわ、霧？霧があんな風に発生するかな。そうだよね。変なの。あそこだけ消しゴムで消されたみたいだね。そんな感じだね。え？え？京介、こんなの見たことあるの？ああ。あの時、京介ちゃんが言ってたのが、これ？
消えちゃった。元の川だね。何だったんだろうな、あれ。変だよね。ほら、僕らこの前図書館で調べたでしょ。その時、京介が言うようなの見つからなかったし。信じてくれるかな。夢でも見たのかって言われそうだよね。大人には秘密にしておいた方がいいよ。こんなことなんか怒られそう。そう、そんな感じで。そうじゃなくて、あれ、人が倒れてない。本当だ、大変だ。喧嘩かな。とにかく行った方がいいよ。うん。